Hey yo! ケンツメッシです。今日もクレアやっていくんですけども、今日はですね、こちらのゴーレムトリトンを使って、やっていこうと思います。ここがハンターのやつもあるんですけど、まあ、プリンスでもどっちもいいのかなって感じはします。ミニペッカもいますね。ここミニペッカのやつもいます。ということで、早速ね、マルチのをやっていきましょう。で、トリトンがね、やっぱ強いですね。ファルチェは、こう、入るデッキが、大体ね、こう、決まってるんですけども、トリトンはマジ何のデッキにも入ってますね。で、特に、ペッカトリトン、ゴベトリトン、ゴブジャイスパーキートリトン、ラバトリトン、ジャイトリトン、ロイジェイトリトンみたいな、そういう大型のデッキにトリトン入れたデッキがやっぱ流行ってますね。大型でこう形を組んで、例えばその、ジャイアントとかに対して出してくるペッカをトリトンで引っ張って、ジャイアントをねじ込むみたいな、まあ、そういうコンセプトのね、デッキがすごく多いので、まあゴーレムトリトンも個人的にはなかなか、使いやすい方だったかなと思います。マッチングしないですね。今日ね、ゴブジャイアントが、出て1年が経ったらしい。もう、ある日突然、ゴブジャイが出て、あれちょっと剣詰め師になんか似てねみたいな感じで、ツイッターで話題になって、っていう感じですね。さあ、ゴーレム出します。で、まあ、基本の立ち回りは、まあ、ゴーレムの立ち回りをして、そこにトリトンをねじ込んでいく感じですね。ベビードラゴン出します。ただね、迫撃砲はね、割とね、トリトンが腐りやすいです。なので、これ、もしかしてあれか?ここでトリトンとか使えば、ちょっとは良かったかもしんないです。よいしょ。雪玉打っていてあげて。はい、ゴーレムの爆破で、フィニッシュと。あのアイスゴーレム、次ましょうか。トリトンここら辺出すと、アイスゴーレムをこう、釣れるんで。よいしょ。そっち。前に来るか。だいたいこういうユニットプラスのディガーは後ろに来るっていうのが、定石なんですが、アイゴル回ってるか。この次か。次狙ってみるか。多分この場合だと、プリンスプラスのゴレの型作って、トリトン出せば、おそらくダメージ思いっきり入ると思います。よし、ゴレ出してあげて、このメガがね、ちょっともったいないですね。え、これは、ディガ、なるほど、うまい。これはでも、ダメージを許容してあげて、よいしょ。ダメージ許容ですね、ここは。まあ、その分、こっちが大きくダメージを上げていけばいいので、まあ、今の相手はヤンキーしてったって感じですね。まあ、2本目も降りに行きますか。まあ、あそこでここを焦って防衛しないことですね。プリンスまで行ってもいいんですけど、どうしようかな。トリトンとりあえず出しとくか。とりあえず出しときます。やることないんで。よいしょ。とりあえず出しといてあげて。多分、こっち側にガゴムレプラスのディガーがもう一回来るんで、そこだけ処理してあげて。よいしょ。で、あとトリトンがこう左側見といてね。トリトンが割と、迫撃砲に対してね、攻撃してくれるので、まあ、そこも結構強いのかなと思います。で、あとはここにゴーレム展開しつつ、多分今度は逆サイドかな。こっち側来そうなんで、ベビードラゴン出しつつ、トリトンはここに出していきましょう。告げるよね。OK。で、こんな感じでディガーを持ってきて、しばきつつカウンターもいけるっていう、まあ感じですね。よいしょ。雪玉打ちまーす、まあ。あとはここはもう物量で押していけば、いいって感じです。まあ割とこういう細かいのが多いデッキに対してはトリトンちょっと腐りがちなんですけど、まあとはいえこうやって火力に、繋がっていけば、まあいいのかなって感じはします。グッドゲームですね。そう、ロイジェイトリトンとかもね、すごい強くて、そのロイヤルジャイアントに出したペッカをトリトンで引っ張ってみたいな感じです。で一応これ縦の戦士入ってるのは、そのトリトンで引っ張った時にペッカとかを。本来ならばそのトリトンにターゲットが行くんですね。トリトンが目の前に引き寄せて、まあ、自分を犠牲にしてって感じなんですけど、その間に盾の戦士とかスケルトンとか、まあ、ゴブリンギャングとかそういう細かいものを挟むと、トリトンじゃなくて、その細かいところにペッカのターゲットが行くので、まあこう、有利というかね、まあ有利な場所で処理できるって感じになります。トリトンが本当にやっぱりね、3コストってのが強いですね。3コストで、こう、空には攻撃できないとはいえ、やっぱり上手い人が使えば使うほど輝くカードかなっていう風に思います。で、どちらかというと剣詰めしはちょっと苦手ですね、トリトン。難しい。てかまあ、みんなそうか。みんな最初は得意な人いないと思うんですけど、
練習してね、うまく使えるようになりたいですね、トリトン。まあ、キング起動とかももちろんそうなんですけど、やっぱりどこでトリトンを出して攻めるかとか、逆に相手のトリトンもね、いるので、相手のトリトンを読んで、こっちのトリトンでなんとかするみたいなね、やつとか、まあ、そういうことも結構増えるかなと思います。で、トリトンのやっぱ強いところって、ターゲット取った瞬間、こう、怒りを投げてきて、もうそれを引き寄せるんで、割と先読みでユニット出しとかないと、ペッカとかつけてかれちゃうんですよ。なんで、例えばルイジェとか来て、ここにペッカ出しますってなった時に、もうトリトン首を見てここに何か出すみたいな。そういう動きをしないと、結構引っ張られちゃうので、ほんと早銀にだけ、乗り遅れないようにしてください。さあ、ここでラバハンド。プリンスのところハンターだと、ラバに対して強いんですけど、プリンスなんでちょっと苦しいですね。ここゴーレムしかも出したかったんで、ちょっと苦しい中でのスタートですが、やっていきましょう。まず雪玉でノックバックさせてあげて、ここにターゲットを移して、まずはラバハンドを処理する。まずはラバハンド処理してあげて、ここはプリンスでいきましょうか。まあダメージ許容ですね、ここは。仕方なし。このインフェルノドラゴンがね、超強いんですよ。これ多分メガゴまで溶かしてくる。危ねえ。ただね、ここ守られちゃうんですよ。なんで、ラバとか苦手って方は、多分プリンスのところを反対にしてもらえばいいかなと思います。これやべえな、どうしよう。どうやったら勝てるかな。ゴーレム出して、ラバに対して、まずは2倍まで多分守ることが大事なんで、形組んでいきます。で、ゴーレムって8コスで、ラバって7コスなんですよ。で、こう、この時点で1コス違うんで、こうどんどん有利な状況にね、持ってかれてしまうので、まあ、とりあえず耐えしのぐところから始めたいなと思います。で、できるだけラバの後ろから、やっぱ処理していくのが、ポイントになるんですけど、これもう相手、もうガン守りする気満々なんで、ここは一旦放置ですね。と見せかけて、ちょっとゴーレムを削っておくと。ただね、これがもう辛いんよ。多分ギガ来るんで、出しといてあげて、ファイアーボール打ったの確認したら防衛。ただ、まあ。きちいと。ただきちいと。まあでも耐えたんで、ここでゴールも出して、今度はここにプリンスを追加して、攻めの形を作って、まあ11交換まで持っていけたらいいのかなって感じはします。無理やりね、守ろうとすると、へし折られる可能性が高いんで、ここは待ちます。で、ラバーの後衛に攻撃した場合は、ここら辺のベビドラが結構強いです。まあ、ここトリトン出してあげて。よいしょ。雪玉。で、ここでライティングですね。ディーン、ディーン、ディーンで。で、これで、まあ、11交換は完了って感じです。で、ここだと、来るのが、ディガーと、これ、ファイアーボールなんですよ。なんで、ここはもう捨てます。はい。捨てた方が多分いいです。ここを対応してたら、へし折られるし、このラバに対応できないしっていう感じになっちゃうんで、だけどね、これ、ここ怖いんだよな。ここ怖いんですよ。とりあえず形組んで、よいしょ。雪玉打って、ノックバックさせつつ。さあ、インドラが強い相手の。ゴールもここに出して、ターゲットを取りたい。OK。で、ここトリトンで、敵の陣地に侵入して、さあどう止めると。トリトンが到着。到着。OK! 勝てたわ。諦めなくてよかったわ。まあ、きつい分野だとは思うんですけど、まあ今みたいに、一応ね、ラバインドラに対しては、こう2倍まで待って、耐えしのいだ後に11交換からの、2本目をへし折りに行くと。いった感じで。まあ、今の結構いい立ち回りできたんでよかったです。ただね、やっぱきついよね。次ライトニング。あ、待ってごめん。今のね、一人でつぼったんだけど、2v2 の練習してると、この次のカードは言うんすよ。それが今出ちゃって、次ライトニングって言っちゃった。かわいいな、俺さては。もう誰に向かって言ってんのっていう感じなんですけど。で、ホグとかも、これもまずはもう2倍まで耐える。もうゴールも大体2倍からですね。こうやって次ベビドラとか言うことによって、あ、じゃあここ俺が行こうかみたいな、そういうね、やつがあるんですよ。流れるように言ったよ、俺は今。相手なんだっけ？ん？何出したっけ？ホグとバルキリー。いやー、これあれですね、ファルチェルやつですね。
ファルチはライトニングと雪玉で飛ぶんで、まあそこら辺意識してあげれば、とりあえず大丈夫かなと思います。まず待ちますかこれ。あー違うな、ユニット出してあげて、あトリトンでキング起動できるわこれ。どうしようかな。とりあえずベビートラ出します。でファルチェ出てくると思うんですよ。おっ、オッケー、美味しい、ごちそうさまです。でもプリンス出します。ゴブリン切った後なんで、まあそうなるわな、そうなるわな。オッケーオッケーオッケー。まあ無料でキング起動できたって感じ。あとはここに多分バルキリーとか、まあゴブリンが出てくる感じですかね。トリトンでゴブリンワンパンなんかな。お、トリネードキング起動できるんそれ。あ、できるんだ、トリトンでキング起動。まあゴールも出すんですけど、あそうなんだ、へえ。まあトリトンでキング起動したい方はあんな感じです。トリトン入りのスケルトンラッシュとかあるんですけど、そうなるとね、トリトンでキング起動されてしまうと、まあ GG アイザイマスって感じになるので、ここはバルキリーと、あとあいつでトリネードがないんで、相手はここをライトニングをこう打ってあげて、多分回してきますね。これ回してきて意地でも守ってくるんで、はい、これはもう放置放置してあげて、次の攻めかな。やることがね、これ縦線出して、まあ、とりあえずトリトンで引っ張っておけばなんとかなる。いやーやることね、トリトン出すわ、マジでやることがね。後ろからかな、オッケー。ここはこっちゴールも出して、左サイドはまあ適当に守りましょうやと。多分ホグ飛んでくるんで、こいつ消しといて、お、それは美味しい。もしかしたらロケットとか撃ってくる感じですか。で、これ、トリネード多分来るんで、手前に、できるだけ出しておいてあげて、お？ OK。で、ここ、どうせ向こう対応するんで、これ逆サイドゴール出してあげて、で、あと出てくるとしたらバルキリーなんですよ。で、こういう時に使えるのが、トリトンですね。で、多分これトリネードで防衛かな、相手。エリクサない。OK。なるほど。しかもミスってると。で、まあ、ここやって、あとは両サイド散らせば、もう、ケンツのペースと。ライトニングで削ってもいいな。ライトニング削り始めましたやってもいいんですけど、とりあえずこれ出してあげて、あーっと、これやばいね。とりあえずトリトン出します。これ、まあ、でも、釣ってくれるんで、まだワンチャンあるね。いや、侮れんな。これ、ライトニング息とも打つでしょ？ライトニング息とも打つ。相手は多分、ここにホグライダー飛ばしていきたいんで。で、ここは、おそらく、ロケットプラスとかで削りたいと。まあ、そこで両サイド攻めをしてあげて、トリトンでも攻めると。で、ライトニング圏内入ったんで、GG ですね。なんなら逆戦も折れて、GG と。まあ、こんな感じで。まあ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 、良きでしょう。ゴレトリトンが強いんです、とにかく。いや、ゴレの後衛につけるトリトンが、やっぱ優秀な場面が多いですね。なので、トリトン使いたいなと思ってる方とかで、まあ、ゴレも普段使ってる方とかは、ゴレトリトン、使ってみることをお勧めします。まあ、このラバインドラに勝つのが超超超でかいんで、まあ、そんな感じで、やってよかったかなと思います。ということで、まあ、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。今日のウルトラレア講座は、エレクトリザードね、やっていこうと思いますので、ぜひそちらの方も見てみてください。では、おつめし、バイバイ。